シグマオービスだ。他の装甲娘と区別せずに扱ってほしい。私は第三世代アンドロイド、サージ。他の子と同じに見える。それはありがたい。どうすれば自分のアイデンティティを確立できるのだろう。私には3機体分のデータが内包されている。それぞれの制御が難しいのだ。シグマオービスが他の装甲娘と区別せずに扱ってほしい。私は第三世代アンドロイド、サージ。他の子と同じに見える。それはありがたい。どうすれば自分のアイデンティティを確立できるのだろう。私には3機体分のデータが内包されている。それぞれの制御が難しいのだ。アンドロイドの体に興味があるのか。アンドロイドの体に興味があるのか。私のようなサージェンにも好感を持ってもらえるのか。嬉しい。私のようなサージェンにも好感を持ってもらえるのか。嬉しい。シグマオービスだ。他の装甲娘と区別せずに扱ってほしい。私は第三世代アンドロイド、サージ。他の子と同じに見える。それはありがたい。どうすれば自分のアイデンティティを確立できるのだろう。私には3機体分のデータが内包されている。それぞれの制御が難しいのだ。アンドロイドの体に興味があるのか。私のようなサージェンにも好感を持ってもらえるのか。嬉しい。シグマオービスだ。他の装甲娘と区別せずに扱ってほしい。私は第三世代アンドロイド、サージ。他の子と同じに見える。それはありがたい。どうすれば自分のアイデンティティを確立できるのだろう。私には3機体分のデータが内包されている。それぞれの制御が難しいのだ。アンドロイドの体に興味があるのか。私のようなサージェンにも好感を持ってもらえるのか。嬉しい。肯定だが一部は否定だ。私はまだ正式なカムイダイモン装甲学園の生徒ではない。理由は見た方が早い。 LBCS コネクト、シグマオービス。改めて自己紹介を。隊長、シグマオービス。頭頂高196センチ、総重量285キロ。そして製造から2ヶ月だ。人間ではそうなるが、私は完成体としてロールアウトした。だが現実は完成されているとは言い難い。
このボディにはエルシオン、ペルセウス、ミネルヴァ3体分の LBCS 要素が内包されている。このエルシオンとペルセウスとミネルヴァ、それぞれの部位が機体制御、攻撃、防御を司っている。この制御がとても難しい。インプットされたコンピューター的アルゴリズムでは本来の性能を引き出すに至らないのだ。かつてベース機体の LBX を操ったレジェンドたちのような息の合った連携を再現することが現状ではできない。故に装甲娘としての十分な性能が発揮できていない。なので戦闘力不足としてカムイダイモンの入学を許可されなかった。サージェンのエモーション AI であれば従来のコンピューティングの枠を超えた感覚的な運用ができると推測されている。アテナスにはエモーション AI を成長させてきた実績があると聞いている。ぜひ私を鍛え上げてほしい。さすれば一糸乱れぬレジェンドたちの操縦のような比類なき戦闘力を私も手に入れることができるだろう。了解した。では失礼する。隊長、話があるのだが時間はいいか。訓練を受け始めてしばらく経ったが、未だに私の能力は十分に発揮できているとは言い難い。私のエモーション AI は本当に成長しているのだろうか。指揮官としての遠慮のない意見を求める。意識改革、それはどうすれば起こせる。目から鱗。私のアイカメラに鱗は装備されてないのだが。そういうことか。ともかく必要なのは自らのアイデンティティを揺るがすがごとくの外的要因ということだな。模倣。すべての成長は模倣から始まる。ありがとう。さすがは隊長だ。自分の目指すべき道が少し見えてきた気がする。私が目指すのは三位一体の完璧なアイデンティティ。そのためにとある三人の性格を模倣しようと思う。それはエルシオン、ペルセウス、ミネルヴァ、それぞれの装甲娘女子の人格だ。彼女たちはそれぞれが大変優れた装甲娘だ。その人格を模倣することで私の各 LBCS ユニットの制御もたやすくなるであろう。そしてゆくゆくはそれらを一つの意思へと束ね私の新たなアイデンティティとするのだ。人間である隊長にはそう思えるのかもしれないが、サージェンである私にとってはそうでもない。そうと決まれば早速行動だ。隊長、彼女たちの時間を
少しもらうぞ。単なるシミュレーションの解析と統合だ。さほど難しいことではない。そうと決まれば早速行動だ。隊長、彼女たちの時間を少しもらうぞ。隊長、いいところにいた。いきなりで悪いが、私の人格シミュレーションの途中経過を見てくれ。古本。まずはミネルヴァ、磯波フジカのシミュレーションだ。何よ、そんな優しい顔で話しかければ私がコロッと騙されるだなんて思ってるの？まだ錬磨が足りないか。一人目でこれとは。三人分の人格模倣は思ったより容易な課題ではないな。隊長、話がある。三人の性格を模倣するのは非常に難しい。このアプローチに効率の限界を感じている。なので他の方法を模索していた。幸い取材の中で三人が相談に乗ってくれた。恋をすればいいと。恋をすれば女の子は生まれ変わるのだと。私に足りないのは恋だという、私の指標としている三人の意見が一致したのだ。この提言は非常に重要なものであると認識している。今日からそのアプローチで訓練してみたいと思う。隊長、ご指導のほどよろしく頼む。決まっている、隊長だ。そんなことはない。隊員の中で何人も隊長に恋している者がいると聞いている。今さら一人くらい増えたところで。好きな人というものはいない。だが隊長が恋の相手になってくれると信じている。そんなことはない。隊員の中で何人も隊長に恋している者がいると聞いている。今更一人くらい増えたところで。そうかもしれない。しかしあくまで見た目は女。他の装甲娘に恋の相手をしてくれと言ったら AI に異常をきたしたと疑われる。皇帝だ。
最初から結論は導かれている。私のアイデンティティ確立のために隊長には是が非でも相手になってもらおう。そんなことを言わずに相手になってくれ。私には隊長しかいないんだ。隊長には特定の交際相手はいないと聞いている。ならば何の問題もない。隊長ともあろう者は愚か。LBCS コネクト。いくら隊長でもマスターグレードクラスからは逃げられない。いきなり組み伏せるなんて。恋人役を頼んだのは私だが、いきなり積極的すぎるぞ。ちょな、隊長。その件に関してアテナスでの先輩であるファーストケースの女子たちに話を伺おうとした。だがどう話したらいいものかな。私に対しての態度がおかしかった。ジョーカーには新参のライバルに話すことはないのらと言われ、くのいちは俺の柄じゃねえと相手にしてくれない。そしてハンターはなぜかアルバイト時代の苦労話をし始め、リボンとエンペラーには逃げられた。だがアキレスだけは違った。彼女は私の顔を見るとこう言った。運動すればすっきりするんじゃないかなと。彼女のアドバイスをどう解釈すればいいのか、それを質問しに来たのだ。隊長はこれが何を意味しているのかわかるのか。サージェン、エモーション AI にも無我の境地なんて神秘的な事象が起こり得ると隊長は思っているのか。ふむ、なるほど。そこまで言うのなら試してみよう。この私に果たしてインスピレーションが湧くのか。了解だ、隊長。私も何やら楽しみになってきた。いや、その座標ならここから向かった方が早い。行こう、隊長。これは絶好の機会だ。実戦ならではの緊張、負けられない戦い、訓練では得られない真のインスピレーションをこの手に。
ハーストのみんなも近くまで帰ってきているのだろう。大丈夫、それまでは必ず持ちこたえてみせる。ミネルヴァのディフェンス。次はペルセウスの攻撃制御。やはり私にはこの LBCS を最大限に使いこなすことはできないのか。私のやるべきこと、そうだ、 LBCS を使いこなすのは副次的なこと。目の前のミゼレムを排除し避難所を守る、それが私のサーゲンとして生まれてきた使命。うわあ！ミゼレムの殲滅完了。隊長、自分がここまで動けたことまだ信じられない。私はただ必死だっただけだ。特にインスピレーションとか感じたわけではない。それなのにどういうことだ。私は訓練だって手を抜いていたつもりはない。私が自縄自縛に陥っていたと。3体分のデータを意識せず最初から一つの個として振る舞っていればよかったのか。ああ、だがそれも隊長が私の無茶な申し出を承諾してくれたおかげだ。今回の戦いで自信がついた。この感覚をデフォルトとできればカムイ入学も見えてくる。それはスカウトなのか。確かに一理ある。いや、しかし私はカムイダイモンに、私がアテナスに在籍すれば隊長は私の恋人になってくれるか。いや、さらなる統一制御への道かもと興味は消えていない。そして恋とはどういうものなのかという興味も。自らを生まれ変わらせてしまうという要素。なぜだろう、私はその複数の選択肢を良しとしない。まずは隊長を相手に徹底的に指南をいただきたい。それで分からなかったらその時はカムイに戻ることを検討する。いや、もう私の心は決まって。隊長、どこへ行くんだ。